We are here. WA Radio. WA Radio. 成沢義弘、アンドレア・ポンピリオン。だからもう本当にいい時も悪い時も、だからやっぱりあのね、なんだ福島のさ原発事故の時も大変だったじゃん、ね、風評被害もあったしさ、だからねあのエルムンドやってた時はさ、ね、前の日に福島に行って、放射線の検査した証明書を持って桃を持ってスタジオに入って、でこの桃大丈夫ですよって言ってね、だからもう一番ね叩かれた時じゃない、そうよ、もう福島は全部ダメみたいなね。だ一方ではメディアは風評被害の報道はしつつもメディアとしてもあまり取り扱いたくないっていう、まああの時もあの時もね、今だから言うけどあの時も放送できないって言われたんだよね、言われたからね、まあでも、ね、強行突破したの、いやそうアンディと俺の中だからさ、まあね責任取るのは MC のアンディということでいいんじゃないとか思ってすごいよ ね、 もうねやるよっつったらいいよっつったら、やるよっつったらやろうやろうって言って、で大丈夫っつってやっちゃったね、やったよね、うん、懐かしいというか、まあ、ちょっと前の話だけどさ。いやだからその時期もちゃんと、そう。あ、もう全部。ちゃんと後藤さんとのね。全量もらって。だから、周りの農家さん、みんな、さくらんぼ一つ売れない状態なの、ね。そうだよね。桃一粒売れない。全部、それこそフードロスよ。全部捨てたんだ。そうだよね。うん。だからそういった意味で言うと検査してんだけどね、してるよ、してるし、結局福島って言ったら広いじゃん、もうまあだから福島っていうだけでも、そうだからまあ細かい話はしないけど全国やばいとこはいっぱいあったわけで、放射線量はそれはそうよ、ね、別に福島だけがそういうこと、そういうこと、海だってそうよ、そうね、うん、でまあそういうその話からいくと結局ねその商品としてはして出来上がった後のフードロスもそうなんだけど、うんうんうん、もう生産地でのいわゆる廃棄がとてつもない多い、うんうんうん、とてつもなく多い、だからそこは何らかの、いやもう出荷される前の段階でね、何らかの形でやっぱり関わりたいと思って今実際にいろいろやってます。ああそう、うん、やってる、結局ね、生産者との、そう生産者との関わりもそうだし、あと例えば、各港で漁師さんが取ってくるじゃない、うんうん、でこれってね、取れるときいっぺん取れちゃうのよ、はいはいはい、うん、でじゃあいっぱい取れたから全部売れるかっていうとそういうわけでもないし、あ、そうか、あと、どうしてもオークションだから、うん、値段がぐーっと落ちてくる、うん、でそうすると漁師さんも結局もう今ガソリンも高いし、そうだよ ね、 ね、燃料代も出ないってなってくる、うん、だからやっぱりその買う側もそこは考えて、いかにその保存が効くものに加工するかとか、あとはその一定量、一定額でちゃんといい時も悪い時も買い取るっていう姿勢を持つとかね、うん、そうね、うん、なんかそれってすごく大事で、うん、なんだろうな、やっぱりその現場現場での捨てなきゃいけない、うん、もうね農家さんだって捨てたくないんだけど、うん、結局もう腐っていくばっかりになっちゃうとかね、それはそうだ、生もんだから、で変な話、その今電気代も高いから、うん、貯蔵庫に入れとく電気代だって大変でしょ、うんうん、だからそういう問題は、うん、いっぱいこう料理人として関われる部分があって、うんうん、加工品のお手伝いしたり、うん、ね、取れる時にワット取れたらそれをどうやって加工して保存するかとか、あとはいわゆるその商品にしちゃう、うん、例えばフルーツなんかだったら、うん、大量に、取れて、うん、もうどうしても売れないとなれば、うん、ね、マーマレードジャムにするとか、例えばそっか、ジュースにして、まあ、ちょっとした工夫だよね。いや、そうなの、そうなの。で、それをいかに商品として完成させて、はいはい、いかにそのものを売るかっていうところまでが大事で、はい、そう、うん、だそれはね、すごく今、プロジェクトとして大きく関わってる。あ、そうなの、うん、そう。それは成沢として。そう、成沢として。例えば商品化するとか。そういうこと、そういうこと。で、まあ、ちゃんと、クオリティを
保ったまま、うん、ちゃんと、ね、売れる形だから出口もちゃんと考えていかないと、うん、それは物は、うん、さっき、まあ、あの港の話も出たけど、うん、まあ、例えば魚介系であればその、ね、まあ、フルーツからっていうこと、そうそう、加工品に、例えばオイル漬けにするとか、うん、例えばあのソースにするとかパスタにするとかもありだし、あ、例えばあの、そうか、うん、ね、あの豚とか牛肉、うん、牛って、うん、特に言えることで、例えば牛肉であれば、うん、ロースとヒレ肉だけが牛舎にいるわけじゃないじゃん。確かに、ね、両四つ足あって、そらそうだ、ね、首もあって、あれもあって全部ある。だからいかにそれを全て使い切るかっていうのはすごい大事だし、そこはまあ、うん、使い切れてない状態のね、偏りがあるね、まあ、スーパーを見るとそうだな、うん、さ、偏りがあるどうしても、うん、でやっぱりそこをバランスよくちゃんとある程度、うん、いい価格にすることによって、うん、まあ、バランスも取れるだろうし、うんうん、ね、豚なんかもそうだし、うん、やっぱり前足回り後ろ足回り、うん、ね、例えば面白いのスペインとかさ、うん、イベリコのハムあるじゃん、うん、そうすると逆に後ろ足の方が消費が多いんですね。あ、そうか、そりゃそうだよね。ロースとかというよりね、そうね、あんまりイベリコのロースってさ、うん、スペイン行っても食べないじゃん。ない、本当だね、うん、まあそれと一緒で結局バランスよくどう売るかっていう、うん、だからそこってやっぱその国のフードカルチャーとすごく関係してる要素だよね。そうそう、例えば日本人って鶏なんかだと、もも肉が好きじゃない、うん、そうなの、ももの方が高いの、ちょっと。うん、で、胸肉って淡白だし、はいはい、ちょっと落ちるでしょ、はい、落ちるというか、まあ、人気がないかな、うん、ね。だけど、ヨーロッパ行くと逆だよね。ああ、どっちか、そうそう、胸の方が、うん、胸の方が、そうね、うん、もも、うん、珍しいよね、見つけると、うん、スーパーはね。そういうこと、そういうこと。まあ、そういうので、今言ってるように食文化と関連してるところ、やっぱり場所によって全然違うね。うん、なるほどね。うん、なあ、まあね、そういう部分を、まあ、いかに、まあ、これからいっぱいできることあるよ、うん、情報が、うん、いわゆるその、携帯みたいな端末使って、うん、今ここでこんな魚が取れましたっていうのをすごい、ね、取れた瞬間にオークションかけれるとかね、漁師さんが直接もう消費者と一緒にそれはもうすでに、うん、やってる。それはね、前、エルムンドで取り上げなかったっけな。それをもうね、三陸でやってる人がいて、うんうん、もうライブ映像を出すの。船の上からもう動画撮って、ほうほうほう、今こんなの撮れましたってやると。で、そこでオークション？そうそうそう、もう、じゃあこれ、それ一般に対してでしょ、うん、一般の人や、もう関係なく問屋にしても、仲買さんにしても、もう一律でやっちゃうとかね。はうん、そうすると、もう、逆に言うと、もう売れなきゃ、海から上げなきゃいいになってくるとすごいよね。あ、そっか、うん、その場で取っちゃう前にとかね、やれたら素敵じゃない。それは面白いね、うん、それはいいアイデアだね。そうだから、まあ、ある程度の時間制限があるんだろうね。でもそれないじゃん今もう。いや、そうだけど、 5G じゃない、上げて、あ、ブリが取れました、どうですか。あ、そうそう、でもリリースできるものもあるから、リリースだから売れなかったらリリースってことでしょ。定置とかだったら、例えばブリなんかとかほとんど定置だから、ブリとメジマゴ、そうすると生きた状態で罠にかかってるから、はい、だから買いますか買いませんかでやれるわけ。やれるね、うん、それはまだそこまで行ってない。やってる人いると思うんだけど、うん、ただもうそういうのが当たり前になるとすごいなと思う。面白いな、うん、あと農家さんもそうだよね、うんうん、結局今日、ね、もう収穫時期で今日人参が、ね、100キロ取れますっていうのをもう、うんうん、もう要は日本全国、ね、うんうん、できれば、でしかもリアルじゃない、限定だし、ね、すごく環境のいい畑で取れたて、こんなの取れましたってやったのをみんなが見ることができて、うん、ってなればやれるね、うん、